耳で読む霊界通信小桜姫物語21竜宮街道聞き物語。しばらく湖水の岸辺を歩いているうちに、だんだんと山が低くなり、やがて湖水が尽きるとともに山も尽き、広々として少しうねりがある明るい野原へと出ました。私たちは野原の中のどこまでもどこまでも続く細い道を先へ急ぎました。やがて前面に小高い砂丘が現れ、道はその頂上へと続いていました。なんだか由比ヶ浜に似ているわ。私はそんなことを考えながら、あまり険しくもないその砂丘を登りました。砂丘の頂上について、そこから向こうを見渡したとき、私はそのあまりの景色の素晴らしさに息を呑みました。砂丘のすぐ真下が何とも言えない美しい入り江になっているじゃありませんか。ハケで生えたように弓なりになった広い浜辺に、のたりのたりと音もなく打ち寄せる真っ青な海の水、薄絹を広げたようにどこまでも続く霞、水平線あたりにほのかに浮かぶ遠い島影、すべてがまるで絵巻物を広げたような絶景でした。開けても暮れても目に入るものはただ山ばかりの、ひたすら修行三昧の年月を送った私にとって、この海の景色は格別心に染みました。しばらくの間、私は我を忘れて砂丘の上に立ち尽くし、景色に見惚れてしまいました。どうだい、なかなか良い眺めだろう。おじいさんにそう言われて、私はやっと我に帰りました。おじいさま、私こんな和やかな素晴らしい景色は見たことがありませんわ。ここは何というところですの。ここが竜宮界の入り口なんだ。竜宮界はここからそう遠くないよ。竜宮界はやっぱり海の底にあるんですか。いやいや、あれは例によって人間の勝手な創作だ。乙姫様は決して魚の身内でも人魚のおばさまでもないもんね。だけどもともと竜宮は理想の別世界だから、作ろうと思えば海の底でも、またその他のどこにだって作ることはできる。そこが現世のような作りつけの世界と大きく違うところだね。そうなんですか。なんだか今一つピンときませんでしたが、私はそう返事をするほかありませんでした。さてと、おじいさんはしばらく経ってからすごく真面目な顔で話し始めました。私の役目はここまであんたを案内すればそれでしまいだ。ここから先はあんた一人で行きなさい。ほら、あの入り江の岸辺から少し左に見えるまっすぐな道があるだろう。あの道をひたすら行けば突き当たりに竜宮があるから、道を間違える心配はないよ。それから竜宮に着いたら、どなたにお目にかかるかわからないけれど、とにかく会った方のお話をおとなしく聞くだけでは面白くもなんともない。気がついたこと、わからないことは何でも遠慮なくどんどん聞かなければね。すべては深海の掟として、こちらが求めただけしか与えられないものなんだ。だから何事も油断せずに、よく心の目を開けて、乙姫様から愛想を尽かされることのないようにしっかりやってきなさい。では私はこれで帰る。そう言ってすっと立ち上がったかと思うと、次の瞬間にはもうおじいさんの姿はどこにもありませんでした。いつものことですが、そのあっけなさと言ったらありません。私はちょっとの間寂しさを感じましたが、すぐに気を取り直しました。私はこんな時には
いつも肌身離さず持ち歩く母の形見の懐剣を帯の間にしっかりと差し直して急いで砂丘を降り、おじいさんから教えられた竜宮街道をまっすぐに進んだのでした。その後、私は何度もこの竜宮街道を通りましたが、この街道だけは何度通っても心地よさは変わりません。それは天然の白砂を何かで程よく固めたようで、踏み心地、足触りの良さといったらもう他には見当たらないほどです。またどこにも塵一つなく綺麗で、道の両側に程よくあしらわれた植え込みも何とも言いようがないほど美しく、とても現世にはこのような素晴らしい道路は見当たりません。この街道がどのぐらい続いているかとお尋ねですか？さあどのぐらいかしら。ちょっと見当もつきませんが、よっぽど遠くまで続いていることだけは間違いありませんわ。だって街道の入り口に立って前方を眺めても霞がかかっていて、遠くの方は目に入らないんですもの。でもしばらく歩いていると、あるのかないのかちょっと身にはわからないほどぼんやりと山の影らしいものが現れます。もう少し歩いていますと、なんだか荷塗りの門のようなものがぼんやりと目に入ってきます。そのあたりからでも竜宮の御殿まではたっぷり半里ぐらいはあるんですから。何分絵心も何も持ち合わせない私ですから、美しい道中の眺めの素晴らしさを十分伝えられないのが残念です。せめてその十分の一でも伝えることができたらなぁなんて思います。